お疲れちゃんスラットです。今日ですねこちらの迫撃ディガーやっていきたいと思います。ということでこちらですね、今使用率が爆上がりしています。まあクラロはね 2.6 北とか、まあ枯渇デッキとかがね有名なデッキで、まあかつね使用率も高い、ずっと昔から使われてて使ってる人も多い、まあ、デッキなんですけども、それをね超える、もう今一番ですね、はい、一番使われてるのがこの迫撃ということで、こちらでやっていきます。まあスキキンをね持ってなかったら無理じゃんって話なので、まあ持ってなかったらバルキリーでぜひやってみてください。まあ昔はねバルキリーでスケルトン部隊がスケかな、はい、でよく使われてました。海外のプレイヤーがね世界一取ったりとかもされたようなね、公開の迫撃でございます。なのでまあバルキリースケか、まあバルキリースケ部かで、ウッドの枠が意外と対空がこれマスケとコウモリしかないので、まあ雪玉でもいいかなと、まあそんな感じかな。さあということでやっていきます。まあ今使えてるのはウッド型なので、まあウッドでもいいかなっていう。さあドリル、これはいやめっちゃ攻められる、やばい、頼むスケキン2変頑張れ。さあゴブドリですね。まあゴブドリに対してはこのスケキン野郎となんだスケブかがいるので結構受けは優秀かな。でここをスキル使いたいけどな、相手バルキリーがね、バルキリーがねいると思うんですけど、ここまでタワー近くまで行ったら使い得、あれウッド型ってことはちょっと違うっすね。いやはみ出んな、なかなか。さあということでドリル、まあ高めマスケでしばいていく、これもう一個左でよかったっすね。うん、でボンバー、ちょっとだけ特殊なドリルっすね。しかもスケハイスピだったんでね、型がちょっと違う。まあでもドリルに対してね、これ入るな、祈り痛すぎ。ドリルに対してスケキンがあるのはいいので、さあスケブも優秀かな。あーいやめっちゃ来るね、すごいね。さあこれはもうしょうがないですね、今のウォールブレイク一発はしょうがないので、ここを受けながらのボンビーくんとバルキリーくんが嫌でしたね。さあコウモリつやれ、あっついこれガチで熱い。さあこのコウモリが無双してワンパンゲーでしたね。これはね相手がまあいい攻めなんですけども、ただ攻めすぎてるだけっていう、ただそれだけですね。はい、相手の攻めすぎによってもう守ってカウンターするだけでね GG ですよと。まあスケキンこれが強いんですよね結局ね。うん、よいしょ。さあこれはちょっとねボンバーのダメージを、ね、抑えます。よいしょ。まあバルキリーでも全然強いし全然使えるし、まあ迫撃デッキ自体がすごい強いしっていうところで、よいしょ、おすすめである。なんかもう勝つために使うデッキみたいな、そんな感じかな。そう、もう勝ちを優先した時のデッキですねこれは。さあこれは攻めウッドまで来ないと相手やれないですね。さあウッドがちょっと遅い、でこれはまあ真ん中に立てて適当にね竹取るか。さあいやいいコウモリじゃん、いいファイスピが来る。でもこうしてから17秒なのでさすがにカチカチ山 OK。さあで迫撃砲を置いとけば、真ん中に置いとけばね、これウォールブレーカー来ても全部ウォールブレーカー受けてくれるんで、よいしょー。さあということでナイス勝利ですね。だからゴブドリー、ゴブドリボンバーバルキリスケ、いやでもちょっとなんか変わった形だった気がしたな今のね、あんま見ないっすよね。いやファイボとかもないっていうの、そっちを高回転でしたと。まあでも全然関係ないですねこんなの、余裕での神相性ですね。よろしく。まあ迫撃は使え、おーウォールブレーカー流行ってるねん君。迫撃はな、まあ基本攻め迫撃、まあディガーでもいいんですけど、これはディガーなのかドリルなのか、ドリルあれ同じなんてことある、そんなことある。いやこれはちょっと攻め迫しちゃおうぜ、してまあマスケでねこうちょっかいかけながらですよ。ありがとう言ってんな。まだファイボしかない。あーでこれフキアでもやってほしいな、いや全然やってくれん。さあこれは受けを確実にディガーでやっていきます。今回は普通の方のドリルっていうとちょっとあれですけども、まあよくある
ここ最近ね大会でも使われる、僕も使ってる、吹き矢型のドリラーですね。さあということで、これ内側になってですね、よいしょ。さあこの受けは相手はどう受けてくる、ちょっとむずいんじゃない。さあでバルキリーはもうね高めマスクでプレッシャー与えていきます。いやここのウッドはぶっちゃけなくてもよかった気がするね。ここどうせスケルトン部隊がスケが来るんですよ。来ない、いやマスクいいよ、タワーに一発、うん、いやこのマスクがねちょっと前にラッキー許可されたんですよ。そう絶対いらなかったやろっていう許可があったので、それによりちょっと強いですね。マスケ迫撃ね。さあ逆サイクル、いやこれもうスケブで終わるんですよ。でこのファイスピはねうまいので、コウモリとかでね避けながら、でスケキンのスキル使いたいね、使いたいけど冷静にバルキリーで、いや行かれるんですけど、これはねハミがいるので、ハミを信じていく、ハミを信じていくと意外と入る。さあウッドで、まあ、これ逆は無視でもいい気がするね。さあ攻めながら、で攻めてこ、でインフェかな、これはどうやって。さあコウモリ、あの吹き矢がね厄介ですね僕からしたら。スケキンオールブレイカーまだ飛んでこないと、流れはね悪くはない気がするね。どんどんユニットが溜まってきてんね俺に。さあスケキンのスキル使いながらディガーでも削って、いやーこれでもなんで苦しそう、飛べ、あー受けなくなる。さあ間に合ってないです。あこれは吹き矢がいるんでいらないウッドですね。吹き矢読みますけ、いやめっちゃいい、でこれファイブ来るかもなんでコウモリ出さないですね。でコウモリ僕今から出していく、いやめっちゃいい、全てが俺の思い通りになってるあー諦めてもいいぐらいだけどなこれ。さあスキキン出してインフェが何も出せないですよ。でバルキリーがいないサイクルなので、ソルコールとか言ってこの辺にねウッド構えとけば真ん中でいいや。いや一発痛い、まあでもここの裏ディガーは手前のマスクにファイブ打ってもディガーも抑えないといけないのでおしまいですというね。まあスケキンとかは相手にバルキリーいると無能になるものの、攻め迫撃でバルキリーを使わせてからのスケキンだと前だね、スケキンどうにもできなくなっちゃうんで、いやスケキンここ最近ちょっと壊れてるんでね、早く加工してほしいぐらい。緊急加工もまあいらさすがにいらないか、でも結構飛び抜けて強いですね。さあよろしく、まあ、スケキンゴルナイあたりがちょっと強いかな。アチャクイも強いんですけど前ほどではない。さあタワーレベル13野郎には勝ちたいね、さすがに格下なわけですからね。スケコウモリ同じようなデッキだな。いやこれだから僕さっき言ったこれ全く同じパターンありますね。僕のスケキンがバルキリーになっててスケブがスケですね。これは元祖ですね。昔はずっとこの形で使われてて、最近だとこのスケキン型にねなってるよっていうので、さあ古参勢ですかね。まあこれは本当に単純に相手の方が相性がいいと思いますね。なぜならだってスケブとスケが違ってこのデッキでのスケブでのメリットはあんまないので、相手に対してバルキリー、まあ、ディガー拾っても別にポイズンでいかれるし、そうちょっと嫌ですね。でスケキンはただただバルキリーの解雇感になっちゃうので、そうなった時に今回戦いにくいね。コウモリ来たらポイズン、いやこのねコウモリが強いんですよね。お互いまあお互いなんですけど、今回お互いウッドなのでお互いこのコウモリのね対応が難しくなってきますと。いやーこれスケルトン読みとかっていうディガいらんか。さあバルキリー使う、これ右サイド僕は攻めたいんでね右向きに置いていきます。
どうだろうな、これは難しいですね。迫撃は通んなくて、お互いコウモリ系でコウモリの回数が多い方が有利みたいな気はしてるんですけど、頑張って勝ちに行こう。で、じゃあどうやって勝つのっちゅう話ですけども、どうやって勝つんや言うて。オープン。あーで、これはもうディガコーかな結局。いやー、いい位置のマスクだなそれ、マジで。うん、いやー、まあ一応使うけどみたいな。で、これ高めで縛っていかない応援っすね。いやー、渋いっすね、結構。結構渋いが。リガーでタゲを取ります。いや、このコウモリがガチで強い。コウモリゲーですね。いやー、マジで渋い。いやー、これはね、マジで、介護感すぎる、俺が。ちょっと待ってくれ。いやー、これはね、やばい。いやー、めっちゃウッド。いや、俺の勝ち筋は、もうコウモリぶっ刺すしかない。コウモリぶっ刺すしかない。相手のディガー拾う。いや、ワンチャン？ガチワンチャン？ファイブが回ってフィニッシュですよ。そうか、無理だ。これはね、多分無理じゃないのか。まあソウルコールを使わないとか、まあそういう使わないでもきついんだよね。もう完全に介護感ですね。はい。いやー、これに限ってはもうね、100回やったらもう2回しか勝てないです。はい、2回も勝てるか。よろしく。いやー、でもまあどうにか勝ちたかったですけどね。まあどっかで強して自分の攻め迫撃法を通すしかなかったですね。うん、まあなんで相手の弱点を見つけて、それに対して有利なカードいっぱい出すっていうので、相手はね分かってコウモリいっぱい出してましたね。さあ、キョスケガゴ、キョスケガゴはレアですね。うん、まあこれはマスケだけでステイでもいいけど、それ、キョスケガゴメガゴ。さあ、なんだい？キョスケガゴメガゴデッキは、さあ、バルーンらしいですね。いやー、これはこの位置でも釣れんな。ハシマエラバでルート強制とか、なんかでされない限りは。さあ、おーん、なんで？何その、モグラ。なんだい？なんでそんな低いん？なんだ今のは。なんかめっちゃ低かったっすね、位置が。まああれかな、多分高めにこの辺にミニペとか、まあ、陸撃出した時に空振らせるよっていうやつだと思うんですけど、いやー、これマジでそのガゴがやばいっすね。ガゴとコウモリがさ、両方きついんですよ、そのこのデッキって。やばい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 。ガゴとコウモリがたまたまきすぎて、たまたま引いてるっすね。しかもラバルとかのガゴとかならまた違うんですよ。この高回転のただただ来るあれがね。さあ、出た相手の、お相手このディガー好きっすね。ちょっと待って、特殊な野郎と当たったな。いやー、これなー、まあでも一旦落ち着くしかないなー、これも。でもう一回キョスケが来る。いやー、これは全然しょうがない。で、こっからですね、こっから俺がスーパー大逆転するしかない。一回ケツで、相手の呪文が、まあ、今のところザップだけっていうので、いや、それ好きだな。これいらねえかな。
やりどこか。さあでここで、いやー、嫌な目まで持ってるか。それ粘りですよ、こんなもう粘り粘り。相手嫌な目ザップなんで、一生このマスケとウッド削り余裕であります。さあこれは被るのはやばい。これ棒ポイしよう、ちゃんと。さあ、ディーガーで攻めながら。残れ。いやー、熱い。残ったらちょっと熱い。マスクが入る。いやー、いいやな、め。オッケーオッケー。よし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 。耐えれる耐えれる耐えれるぞ耐えれるぞ。耐えれるぞ。相手ルート強制好きだな。さあ、来る。いや、出た出た、それ。マジで。一生それするやん。それしかせんやん。俺もやってみようかな、ここで。相手陸域スケーブとかなのに。意味ねえ。意味ねえやないかい。マジで。何これ、このディガーいいん？だからこのディガーのせいでワンチャン負ける。ちょっと待って。116ね。危ない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 。癖が強えんじゃ、癖が。で、ここでしょ、もう一回。おぉ。何これ、何これ。いやー、それがいいのか。いや、なんかたまにね、そういう技として相手のね、バルキリーとかミニペでここに受けてくる読みで裏に飛ばすと空振ってみたいな、聞いたことはあるんですけど、一回ぐらいやるぐらいならわかるんですけど、全部そこやないか。全部そこだとバレちまうぞっちゅう話ですよね。さあ、ユイティ、ユイピーみたいなね、そんな感じの名前の方が来ましたね。ファイスピスケ、いやこれもうバルキリー、LSP いるんで違うっすね。一コス三枚、クロスかな、多分圧着イリポンミニペクロスじゃないですか、多分。なので私は防衛迫撃をします。いやー、これクロスですね。圧着位クロスのエリポンだ。北ちゃんがこれでめっちゃトラを上げて、こうめっちゃ強い言ってましたね。さ、 LSP、 まあまあ結局耐えゲーみたいなとこで、ミニペがいるんですよね、厄介なことに。さあ、拾うが、いやー、一発もかつれないか。いや、これかつれないの渋いね。これポイズン打ったらロックスクロスでも終わるんで、打ったらダメですね。てかもうなんならクロスで指名です、僕。まあ防衛迫撃で一生耐えすかね、僕は。で、ここに関しては、この瞬間に攻めクロスが僕の負け筋なので、先に迫撃を置いて、クロス立てにくくさせます。でも今、タワーまで、巻き込んじゃったんですけど、まあ、いいかな、それは。まあ、ディガーカツカツだし、ポイズン削りだし、言うて。これもディガー飛ばさずに、さあ、ちゃっちゃポイズン打ってこう。で、一生、芋っていけば、圧着には、スケギンコール。したこっからです。エリポン来る。いや、LSP が強えの強えのね。さあ、マスケ、いやー、いいマスケ、耐える。やりすぎか、やりすぎぐらいでいいでしょう。僕は相手に呪文がないので、これまあなんか1コス来るかもね。はい、耐えれば勝ちなんですよ。そうそうそう、だからまあ無理に攻めず、ここは行ってもいい気がした。それこそ使ってこう。相手ミニペハイスペレスピだから、意外とこのスキルが渋そう。いやー、いい。あー、でも1コス強っ、マジで。で、これ1コス、溶ける系2枚使ってるんで、このコームでは溶けないんですよね。さあ。いやー、一回冷静のポイズンで、
防衛迫撃と、もうここで攻め上げにしたら負け筋っすね。はい、芋ってこい、芋って、最低も芋ってくる。もうディガで削っちゃうぜ。え、なんか違う、スケキン出てんだけど、なんで。ちょ、今のはマジで事故、不良の事故。うん、さあ来る。もうこれはおとなしくポイズンでいいっすね。で竹取るようにしけ出してあげて、うんうんうん、いやいいね。あれでも受けれるのがいいかもね。あ、めっちゃ言ってきた、やばい、やばい。あれでもってディガーでもエリポンを壊せるし、ポイズンでも壊せるから、まあ、どっちかでいいっていうね。まあ、僕のマックスじゃ8着いいぐらいかな。スケキンがそこそこに強い今回。ソルコール、いいね。まあ、あと芋っとけば勝ちなので、これで最後はリガーと、まあ、呪文とノコノコしとけばバスケが殴る。よいしょ、ウッドも使ってる。さあということでグッドゲームだなこれは。まあ、スケキンが今回はいい味出したかもですね。まあ、バルキリーでもそんな変わんなかったと思うんですけど、このソウルコールがアジャクイとミニテをね、しばき倒してくれる。さあ、ナイス、パワー、ナイス、いいね。スケキン、なんかスケブも意外とゴーレムとか、まあ、それこそアチャクイにもだし、さっきのなんかの試合もだし、なんかスケブがね結構体力多い系を溶かしてくれるから、なんかそういった面ではスケだとやっぱ高回転になって、なんだろうな、スケの良さもあるんですけど、スケブだからこそのこの火力枠だし、そこにスキル使った時にスケキンが生きてくるっていう、まあ、スケブの良さもすごいありますね。さあということで、スケブ相手もスケブです。なんでしょうね、スケブザップゴレチン、うん、おー、いやわかんねえな、なんだろうね、同じスケラでもザップなので、スケラってよりかはマジなんだろうね。これディガー行こうかな、やりすぎだけどね、コストダクネ、うん、マジでなんだろう、ザップだから、いやーゴレーバルーンか、ラバルじゃねこれ、ラバルくせえな、ケツドゥーンに合わせて、うん、めっちゃラバルくさいね。いやー、うん、おーい、いやゴレかラバー二択じゃね。スケラではないけど、そんなスケラって雪だもんな。いやーさすがにメガナイトとか来ねえよななんて思いながら、いやーいいコウモリや、熱い厚めのコウモリ、いやこんなんもうソウルコール使ってって言ってるよ。待って、ソウルコール使えてない、わーなんでー、痛すぎる。これ今のマジで痛いな。いやー待ってよ。これは、大型なら気をつけた方がいい。いや、これはでも、待って、違う違う。なんか、カードの使い間違いがえぐい今日。うわ、マジでやばい。ガチやばいやばい。なんで？な、始まりマスクスキブはやばいっしょ。ガチあれよ。なんか、タップがおかしいだけ。俺の手が大きくなった、一日で。そういうこと？ふふふ、マジで。やばい、ガチやばい。わあ、しかもめんどくさい。耐える。いや、耐えるな。よしよしよし。いや、思ったより余裕で耐えてる。今のでこれだけで、いやザップなら救いだな、タワーのターゲット変わってくれるかな、ガチダチ残るんだね、いいね、
よし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 、ええー、子やん、ええー、子。いや、こっからもう俺のターンですよ。ぶっちゃけ。いやー、まあこれもそれも両方あるのちょっとめんどいな。サスケ金のスキルを使いながら溶かす。いや、おいしいおいしいおいしい。もう低めマスケ最強、ガチで最強。いやー、でもなんかスケがちょっと残ってんな。まあゴレ受けでもなんでもいいよ。これ受けができない。いやー、でこのスケブがタダで行かれるの嫌だから、しっかりソウルコール付きでしばいていく。いやー、ダメージはちょっとずつ追い上げてきたけど、最後のね、嫌だね。いやー、めっちゃいいそれ。耐える耐える耐えるしかない。やばい、なんだよこのデッキ、ふざけんなよ。いやー、これはでも勝てたよな、絶対勝てたな。うわー、これ勝てたなぐらいっすね。なんで負けたんでしょうね。もうなんで負けたかすらもわかんねえよこれ、ほんとに。さあ、ということで、もう最後のはね、知らんす。あれはもう、事故です。はい。そういうこともね、あります。ということで、ぜひね、こちらの迫撃ディガー、皆さんも使ってみてください。よければチャンネル、高評価もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。